族、ティア、お久しぶりです。よかった、元気そうだな。ええ、あの旅以来、ダート式浮術を使う機会がないので体調がいいんです。あなたはどうですか？ああ、なんかダメダメみたいですよ。ダメダメとか言うな。まだ悩んでいるんですね。イオンは、もしオリジナルが生きていたらどうしてると思う？アッシュのことが気になりますか？気にならないわけないだろう。そうですね。僕は、無論仮定の話になりますが、レプリカという存在を世界に知らせるための活動をしたいですね。イオンらしいな。あの旅で、僕は誰かの代わりではありたくないと気づいたんです。ようやくですけどね。どうしよう、プラネットストームの活性化に関する報告書をお届けに上がりました。セブンスフォニム大量消費、これがプラネットストーム活性化の原因ですか？はい、セブンスフォニムの大量消費に関しては未だに原因が不明です。それにそこにも書きましたが、プラネットストームの活性化は兄の計画の一つでした。最近アブソーブゲートへ何者かが侵入した形跡もあると聞いていますし。あなたはバンが生きていると考えているのですか？いえ、兄が、というより兄の残した計画がと言うべきなのかもしれません。レプリカ第一計画の亡霊がうごめいているような気がするのです。先生の計画か。先生はどうして徹底的にスコアを消そうとしたんだろう。ハウ、イオン様、そろそろ英士会の会合が始まりますよ。そうでしたね。すみません、時間がなくなってしまいました。せめてお二人をお見送りしますよ。そんな、申し訳ないです。見送りたいんです。行きましょう。ゴイ、ルーク、なんだってお前がここに？それはこっちのセリフだよ。お前何してるんだ？いや、それが。おっと、同志イオンもご一緒ですか？ちょうどいい。僕に何か？マルクト貴族院を代表して参りました。お耳に入れたいことがあるのですが、正式な手続きを踏んだ方がよろしいですか？時間もないことですし、この場で結構です。第一、そのために僕の友人であるあなたが使わされたのでしょう。ご明察です。ご報告は2点あります。まず1点、グランコクマの収容所からオラクル騎士団のディスト教師が脱獄しました。2点目はモースのことです。ディストは元大英士モースをサモン海へ護送する船を強襲した模様。巡回中のマルクト海軍が見つけた時、船の乗組員は全滅しており、護送中のモースの遺体はなかったそうです。ディストがモースを助け出したってことかしら。そうなるな。とにかく以上の経緯を踏まえ、くれぐれもご注意くださるようにとのことです。アブソーブゲートで先生の剣を持ち帰ったのってディストなのかな。そんなことがあったのか。なんだか嫌な感じだな。アッシュはアッシュでローレライのこととか調べてるみたいだし。アッシュか。そういえばあいつ結局バシカルに戻ってないんだな。なんで知ってるんだ。この間グランコクマで奴に会ったんだよ。その時に六人称から目を離すなって忠告を受けたおかげで、リストの脱獄にいち早く気づいたってわけさ。あいつ他に何か言ってなかったか。そういや、セントビラーに行くって言ってたな。ローレライの解放がどうとかって。あいつもローレライの声を聞いていたんだ。あいつには意味が分かったってのか。何
何？どうしたの、ルーク？俺、戦闘ヴィラン行く。アッシュを追いかける。なんだかわからないが、とりあえずアッシュを追いかけるなら一緒に行こうぜ。俺も奴を探すように陛下に言われてるんだ。ガイ、うん、ありがとう。あの、イオン様。どうしました？私も一緒に行っていいですか？一人で行くんですか？珍しいですね。もちろん構いませんよ。僕もちょっと気になりますから、アッシュの言葉。そうですね、リストから目を離すなではなくて、六人称から目を離すな。彼は何か知っているのかもしれません。よし、みんなセントビナーへ行こうぜ。皆さん、お気をつけて。